はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではスカイリム VR 続きからやっていきたいと思います。ロードでいきましょう。ドラゴンを倒したところになりますね。はいと。これはなんだ？兜ではないか。なんか宝石が真ん中にあるけど。キナリスは大気、風、そして空の女神。なんかそれの象徴なのかな。宿女の石碑の力があれば、一定時間体力とスタミナの回復速度が大幅に上昇する。今レベル3か。ちょっとね、固有名詞がね、まだ全然わかんないんだよね。西の監視塔。今ちょっとさ、最初ドラゴンうねうね動いてたよね。あれって今何装備してんだっけ。あ、これか。一旦ちょっとここら辺の付近は落ち着いたのかな。本当にドラゴン、お前が味方でよかった。まあ一回ホワイトランに帰りますか。走って帰るか、あとはマップから帰れるかな。ホワイトラン高速移動しますか。はい、あ、いけるね。早い早い。同胞団が最も尊ぶ異物の一つが500の同胞団を率いていた時に、イス・グラモル自身が使っていた斧。同胞団とかいうのもあったよね。なんか俺必要ないみたいなこと言っちゃったけど、ちょうど片手斧を使ってるしな。いいか、イスミールにかけて立ち入り禁止だと言われたはずだ。マリキを変えてさっさと立ち去れ。何が必要だ。誰を探している。女だ。この辺りの者ではない。女。我々と同じレッドガードだ。おそらく彼女は本名を隠してる。居場所に関する情報なら何であれ謝礼を出そう。ほうほうほう。我々はここホワイトランでは歓迎されてない。ロリクステッドにいるから、何か分かったら来てくれ。ロリクステッドってどこ。え、緊急事態発生。レッドガードの女を見つける。誰を探していると。ハンマーフェルから来た逃亡者を探している。レッドガードの女だ。市中のどこかにいるかもしれない。何の目的でその人物を探してる。これはこちらの問題だ。我々は情報に金を支払う。それだけで十分だろう。関心がないのなら立ち去ってもらって結構だ。高圧的な奴らが多いな、本当に。我々から隠れきれるはずがない。レッドカードの女とか言われてるの分かんないんだけど。お前は監獄に入らずに済んだんだ。もう消えろ。ひどくない。また戻る。俺ドラゴン倒したのにさ。まあいいや、とりあえず市長のところに行きましょう。市長はね、味方してくれるはずだから。こいつは何もしちゃいない。え、ほらゴールドだ。1ゴールド。意味が分からん。そうなれる時だけはな。だがシラフってことはね。このおばさんはグレイメーンとバトルボーンが仲良くやっていた時代が懐かしい。戦争が始まって以来話すけど聞かないからね。これさ、文字表示がないから全部の話を聞こうとすると本当にね。衛兵隊の間で話題になっていた。何か。お前がドラゴンボーンだとな。しかしまさかそんなことは。どうなんだろうね。話を全部聞かないとね、いけないからね。そこに立ち止まって、うわ、この階段結構きつい。容易的にドラゴンズリーチ。あとなんかさ、土地が買えるみたいなこと言ってたよね、前回市長が。場所を移動するとオートセーブが帰るのかな。よし、やっと来たな。族長がお待ちかねだ。召喚は聞いただろ。バールグルーフ市長の仕事を探してるんだ。何かないか。この町で家を買いたい。5000ゴールド。家なんて買えるんだ。区分け。なぜ、いっぱいあるな。まあ、いや、とりあえず仕事を
市長が山賊に賞金をかけたようだな。山賊、詳しいことはこの布告を見るといい。布告どれ。賞金首の布告を追加。ビルトヘイム砦とかあったね。金はない。区分け、これ聞こう。そうだな、3つある。気づいたと思うが3層に分かれてる。全然気づいてないんだけど。平野地区は3つの地区のうちで都市を囲む平野に一番近いからこの名前が付けられた。宿屋と市場はここにある。住民のほとんどは風地区に住んでる。ここが3つの層の真ん中だ。ドラゴンズリーチは雲地区と呼ばれる最も高いところにある。そこから市長は都市で何が起きてるのか見渡すことができる。はいはいはい、まあいいや。ドラゴンズリーチを満喫するといい。フロンガル、ちょうどお前の話をしていたところだ。同志から話がある。あの監視塔で何があったんだ。ああ、ドラゴンはそこにいたのか。あれ、あの女の人どうしたの。監視塔を破壊されたがドラゴンを倒した。ドラゴンを倒したんだ、報酬をもらって当然だと思った。イリレスが頼りになることは分かっていた。だがこの件にはそれ以上のことがあるに違いない。どうも自分はドラゴンボーンと呼ばれるものらしい。ドラゴンボーン、ドラゴンボーンについて何を知ってるんだ。みんながそう言ってんだよ、俺だって知らないよ。その時自分を呼ぶ者たちがいた。その者たちだけじゃない、グレイビアードも同じことを考えているようだ。風の道じゃなくて声の道。グレイビアード、声の使い方の達人だ。世界の喉の絶壁高く、人里離れた場所に住んでいる。そのグレイビアードは自分に何をさせたいんだ。ドラゴンボーンは声に独特の才能があると言われている。生命活動の最も重要な部分をスーム、つまりシャウトに集中させる能力だ。本当にお前がドラゴンボーンならその才能の使い方を彼らから教わるといい。ホワイトランに戻ってくるときに雷鳴を聞かなかったのか。聞いた。あれはグレイビアードの声。お前をハイフロス側に召喚しているのだ。ちょっとこんなこと少なくともこの数世紀で初めてだ。単語がわからん。単語がハイバーセプティム自身がまだアトモーラのタロスだった頃に召喚されて以来だぞ。何それ、何を言ってんだ。フロンガル、ノルドのヨタ話が俺たちの仲間と何の関係がある。あの男ならできるかもしれないが、あいつがあのドラゴンボーンだって様子は全然ない。ノルドのたわごとだと思い上がった愚か者め。俺のシャウト食らせてやろうか。最初の帝国の建国にまでつながる神聖な伝統なんだぞ。私だけでなく町に対しても大いに貢献してくれたドラゴンボーンよ。市長としての権利により君をホワイトランの重視に任命する。私に与えることが許されている中でこれは最高の名誉だ。おお、マジで。君、リディアを私兵に任命する。そしてこの武器が君の役職を示す記章となる。衛兵にも新たな肩書きのことを知らせておこう。取るに足らぬもののままだと思われたくはないだろう。我々の都市の重視としてお前を迎えられ重すぎて走れません。光栄だ、ドラゴンボーンよ。グロンガル、こいつ結構いいね。壁にいいやつだね。ちょっとアイテム微妙にあれか、重たいのか。2だからね。いつの間にかでも300から305に増えてるね。レベルが上がったからかな。武器、ホワイトランの斧。3秒以内に対象が死んだ場合魂石が満たされる。どういうこと。9、こっちの方が強いよね。でもホワイトランの斧の方が重いんだ。古代ノルドのあれでよくないか、手斧で。とりあえずは鉄の盾捨てちゃおうか。これ捨てよ、ここに捨てよ、ぽい。あ、そうだそうだ。まだ所持品が重い。ギリギリだからか。ちょっと待って、これ装備して。矢ってもしかしてさ、1本ずつに重量があるとか。あ、重量ゼロだ。そんなことなかった。それはさすがにやりすぎか。ってことはアイテムの防具の方だな。ここら辺ホワイトロー、ホワイトラン、衛兵の色弱いんじゃねえかよ。毛皮のブーツとか捨てちゃうか。これ捨てよ、ぽい。そう、辛く当たるな。どうやるよ。
もちろん持ってけ。怪物してるってことじゃない。それじゃあグレイビアードは彼に何を望んでるんだ。ルリクステッドは小さないい村だが、衛兵として配属されるには退屈な場所だ。ほうほう。もしドラゴンでも来れば。そう、この炎の揺れてるのがめちゃくちゃ酔う。え、っていうかなんかさ、いろいろ言ってたけどわかんないんだけど、すげえ理解不能なんだけど。誰が文句を言えようか。今すぐハイフォースが。どこへ行けばいいんだ。とりあえず外へ出るか。この女の人？市長があなたの私兵に私を任命したの。お使いできて光栄ですわ。おお、何？しもべってこと？重視どういう意味なんだ？市長はあなたを要塞にとって重要な存在だと認めたのよ。英雄としてね。重視は名誉ある称号で、働きが認められると授かるものなの。衛兵隊にあなたの正体を告げたら見て見ぬふりしてもらえるわよ。何それ。でこいつに教わってるからね、紙幣さんに。重視であるあなたに仕えることを誓うわ。すべての力と命を持ってあなたを守ります。マジでそんなんでいいの？いきなり命じられたんだよ。だってこいつそんなやつに命預けんのかよ。ついてきてくれ、手を貸してほしい。いいだろう。ちょっとさ、でも態度がでかいよね。私がついてますよ。もちろん交換したい。ここで別れようとか手伝ってもらおうかな。はい、何ですか？従者コマンド。コマンド待ち状態になった、従者に命令を出すにはクロスエアを移動させてコマンドが表示されたら丸を押す。クロスエアってなんだっけ。三角コマンドで待ち状態を終了できる。何が必要ですか？どういうこと？まあ、まあいいか。じゃあ出発しましょう。ゴー。何も問題ないか？え、こいつついてきてくれんの？あ、いる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 。ついてきてるわ。おお、すげえ。なんだ？なんだ、それさ、後ろ向きながら走ってたらそりゃそう思うよね。こいつなんだみたいな。後ろ向きながらさ、階段を降りる。これ、意外にね、弱っ。うわぁ、落ちたびっくりした。あいつバカだなって思われたな、今。来てる来てる。超バカにされそう。私が使えるのはこんな変なやつでいいのかしらみたいな。家買いたいね、家。お金ないけどさ。今お金いくらだっけ？ 1000 いくらだよね。1400円か。馬が1000円とかだったからな。とりあえず金を貯めよう。山賊討伐みたいなのがあったから、ちょっと、なんかいる。牛か？でもいろんな人に話して、クエストみたいなのをね、受けるんだろうな。私はこれをレッドレギオン。レッドカードが情報コーナーって言ってたのはどこにいるんだ。私は相手になるぞ。キナレス制度。家欲しいな、家。マジで落ち着ける家が欲しい。5000円か。結構俺金使ってないと思うんだよね。金使ってなくてこの金額だからな。死者の間とか何これ。ちょっと興味ある。怖いけど。何これ。なんか死んだらこっから復活するとかそういう感じ。作動アーケイの祠みたいな。何これ。待って、全ての疾病を治癒された。他の祝福を解除した。なんだろうこれ。棺とかちょっとわからんな。これは多分外へ出るんだよね。こっちはホワイトランド地下墓地。いやー絶対モンスターとか出るね。ちょっと目的がないから行くのはやめておこう。レッドカードの女とかどうやって探すんだ。こいつ目の前にいるな。いやこれ一つ一つしらみつぶしに探すのはね相当時間かかるからな。クランボルトボーンの家とか言われてもわからん。山賊退治が一番手っ取り早そうだね。どっから見るんだっけ。こっちだっけ。ちょっと待ってね。あれ、システムから先へ行けないんだけど。ちょっと待ってね。あれ
クイックセーブ中とかなんかわかんないことやっちゃったよ。魔法は別に使わないしな。そう、これさ、だからさ、罰が決定だから、あ、これか、声の道。これじゃなく、緊急事態、レッドガードの女を見つける、ホワイトランで女性のレッドガードを探している、その他、バルトヘイム砦、これやりたいね。あれ、これまだ終わってないの。有効無効って何。マップ表示、俺今どこにいるの。あ、これが目的地か。今どこにいるの。ホワイトラン、超遠くね、ここマジで山一つ越えるじゃん。これどこ。ハイフロス川じゃないよな。バルトヘイムタワー、ウィントヘルム、ウィントヘルムの市長がどうのこうのって言ってなかったっけ。リバウッド行ってないところ、バルトヘイムタワー、これだってめちゃくちゃ遠いもんね。バルトヘイム砦だから、そうだね、まずじゃああっちの方行ってみるか、とりあえず。あれ、ここどこだ、入り口か。ダガーはまだ鍛え終わってないんだな。薬が必要ならアルカシカトしてるし。てかさ、ついてきてくれる人さ、この人死んだらどうなるんだろう。死んだら死んじゃうのかな。ちょっとやだな、せっかく仲間になったのに。マップ的には多分砦の先の方とかだよね。こっちら辺は多分見張り台。まあ、朝にはなってきてるか。飛び降りられる？ここから。とー！これ怖いんだよ、飛び降りるとき、マジで。ちょっとこっちの方行ってみますか。いや、広大だな、マジで広大だよ。これは？あ、地下か。あ、こういうさ、でっかい骨がところどころに落っこってるよね。あ、手は出さないでおこう。逃げてった。あれ、ドラゴンのいた砦だよね。ちょっとこっちの方に行きますか。おー。火がついてるけど人がいるのかな？お、でかでかでか。マジでかい。本当にね、動物が近くにいるっていう、そんな感じがする。この辺ちょっと霧が立ってる？あ、魚とかいるね。あ、すげえな。あ、人がいるじゃん、そこ。木こり？おお、マンモスみたいな。あれだね。こっちの辺ちょっと怪しくなってきたよ。ついてきてんの、そんなことに。お、ついてきてる。文句の一つも言わずについてくるよ。なんで俺にそんな忠誠精神があるんだ。不思議でたまらん。ここはなんだ、なんかちょっと取り手っぽいけど、また別のところか。静かなる月の野営地。野営地なんだ。盗賊のアジトがどこにあるかわからないんだけどな。これ今どこにいるの俺。ちょっともう一回マップ、これでマップ表示。え、ちょっと待って、現在地、現在地。ここ。で、西の監視と、あ、全然まだあっちだ。右の方だ。ちょっと待ってね。そのままにしておいて、ここに行きたいんだよね、ここ。マーカー設置したところでさ、だから多分こっちの方だよ。こっちの方に走ってこう。
馬とか買った方がいいのかな。ベイクドポテトだもう持てないんだよ。ただロックピックこれは重量ないからもらっとこう。まあいいわ、ここら辺ベイクドポテト重量 0.1 だ、持ってこう。え、これ何乗っていいの。持ってくよ、もらってきます。おお、どうよ。ちょ、お前は走ってついてこい。あ、あそこなんだ、馬とかさ、あんま速くないんだけど、なんか速くなんないのかな。あ、山賊がいる。うわー、魔法使いいった。マジか、ちょっと待って馬から降りたいんですけど俺。突撃、ほら、あ、痛い、ほら、ちょ待って、ちょ、お待ちください。どうやって降りるのこれ。降りる、あ、降りた。お前ここが待機だ。俺が山賊を勝たす。あいつ何、あ、弓で攻撃してるんだ。あ、魔法のやつ、あ、そう、おら、あと弓だ。弓は厄介だからな。足を止めるな、足を止めるとやられる。近づけ、おら、これ、うわ、首をかっきった。重量は重装か。ホルステッドストリームの野営地、あれなんだ、どこにいるんだ俺は今マジで。あ、あいつは一応こいつ元気かどうかってどうやってわかんの。すぐ後ろにいますよ。あー、別に何も先を言ってください。やることないな。今なんか出てたね。何が出てた。ん、あ、閉じるか。うわー、これはなんだ、飯を食った後か。すげえ、うわ、すごい、血がすごい。え、この先とか何があるんだ。ホルステッドストリームの野営地とか意味がわからなすぎるよこれ。自分の足で探していくほかないのか。なんかダンジョン的な、うわ、びっくりした、お前かよ、本当にびっくりした。ここはちょっと違うよね。これ、山賊の頭。ここどこ？俺今どこ、例によって。こっからここに来たんだよね。全然まだ。全然先だよ。馬どこ行った？馬あそこで待ってんのか。あの馬どっか行かないのかね。何、俺もらっていいの。金だけもらっていくか、とりあえず金だけ回収しとこう。あれ、こいつロックピックしか持ってない。で、馬ってさ、実はあまり速くないんだよね。あそこがホワイトなんでしょ。いや、結局戻ってきちゃったよ。まあ一応乗るか。あれ、あそこ中いる、カニみたいなのがいいんだけど。いや、おっそ、あれ、この馬もしやさ怪我してる。さっきの戦闘で怪我しちゃったのか。あ、そんなことない。一応さ、どっちが北だとかある。なんかいた、こいつ横から来られるとさ、マジでわかんねえんだよ。いや、仕方しよう。あの山を越えてどうのこうのっていう話なんだよね。え、すげえ、これさ、馬降りれんの。これとか何や、あそこ、おおおおおあれ、人がいる、あれ、戦ってるさ、え、何これ、お、大丈夫か。俺が加勢してやるぜ。おーら、何をする。ごめん、これ君ホワイトランの兵士だった、ごめんね。
ごめん、間違えたんだよ。お前はスカイリムとその民に対して罪を犯した。はい、何か釈明はあるか。ごめんなさい。降参だ、罰金を払おう。賢明だな。城まで来てもらうぞ。え盗品があれば没収して自由の身にしてやる。もちろん罰金を払った後にな。助けたのにひどくないか。俺誰倒しちゃう。じゃああいつを攻撃しちゃったんだよ。どこまで連れてかれてた俺。ドラゴンズリーチ。こいつこんな、こいつ大丈夫？お前、君大丈夫ですか？まあそれとも俺についてきてくれるか。当ててやろうか。はい。誰かにスイートロールを盗まれたかな。なんだそれ。まあとりあえずなんか大丈夫そうだから、ここに行きたいのよ俺は。カスタムワーカーがここ。カスタムマーカーとしか書いてねえじゃねえかよ。配布ロスが。俺のさ、馬どうなったのところで。馬あそこに置いてったよね。またこっちから やり直しか。ストームクローク、帝国軍。あれ、どっちだ。誰が相手でも断らない。とりあえず今俺大丈夫な状態だよね。40円くらいでなんとかなるんだったら。鮮度は保証するよ。毎日自分で獲物を仕留めてるんだ。そういうな。いやー、人助けをしたつもりが、いやだってさ、分かんなかったんだよどれがどれだか。マジで。なんか難しいね、判別が。で結局さ、俺攻撃しつつ死んではないよね。誰も多分殺人はねしてないと思うんだよ。まあ、だから40円で済んだのかな。多分殺人とかしちゃうと結構やばいよね。向き的にはねこっちでいいと思うんだよね。こっち側から飛び降りらんないかな。その方が早そうだな。こっちこっち。こっち側だよね。この後ろの方だと思うんだけど。位置関係がね。で、さらにこっちか。こっちの奥だ。くるっと回っていこう。もうちょっと早く動きたい気がするけど、そんなに早く走れないのかな。また馬がいるけど、これはさすがに。あんな口の利き方を知ったらこれは驚いた。何 なんで戦闘態勢に入ってんの。ちょっと待って、山賊かよ。この世界さ、山賊のさばらせすぎだろ。すげえ近くにいるぞ。ぶっ倒すけどさ。あ、こいつも。お前も山賊か。山賊なんてそこら辺にいるんだな。治安が悪いのこの世界。まあ俺もさ、人のこと言えないけどね。ああ、それは山賊の貸したさ、倒したがるよね。これで山賊の馬盗む。これ山賊の馬でしょ、だって一生盗…あれ、あ、びっくりした。ディディアか。お、パクロ。お、全然余裕だよ。ちょ、馬を乗り換えて。あ、やっぱこういう動き方するんだね。なんかさ、ヨタ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 してる感じがしたけど。おーし、俺は新たな馬を手に入れた。あとは山賊の砦を探すだけだ。どこだ。馬マジで遅いんだけど。ほら、ゼルダの伝説とかだとさ、馬乗るとめっちゃ速くなるけど、これそんな感じがしないね。山に来たか。でも間っぽいんだよね。ちょっともう一回マップを見たい。ここ、あ、だからこっちの方。え、この馬遅くないか。
なんだ周りが見えないからな。今どこ、今どこ、今ここ、あ、このままこのまま川を行こう。え、こいつ川行けんの。てかさ、そもそもさ、盗賊のアジトってこっちでいいよっていう疑問があるんだけど、いや広すぎてね、わかんないのよこれ。行ける、渡れる、まあ大丈夫ですか。すげえ強引に行ってるけど、おっと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 、ちょっとあれですね。ではこれでまた例によって30分なんで、時間が経つのが早いな。もう30分、あ、31分にして、よし、見つけられるか鳥で。このカニとか襲ってくるのかな。カニっていうかヤドカニみたいなやつ。え、じゃあ馬とかさ買う必要なくない。1000円出してこうやってさ普通にさ野良の馬をとっ捕まえれば。で今ここ本当いいの。あー近い近い近い、あ近い近い近い、本当にこんなところに山賊のアジとかあんのか。このね地図の見方がいまいち分かんないんだよな。あ、来た、俺が相手になろう。おらおら、よし、金をパクる。ここは木の扉か。ちょっと周りをクリアリングしよう。あれ、うちのさ従者ついてきてなくね置いてかれた。どっかで声がする。まあ、いっか入ろう。いやマジでついてきてねえわ、どっか行っちゃったよ。これ最初の方にあった。待って ちょっとどっから撃ってきてる。倒したね。賞金を受け取ろうって言ってるよ。ちょっと待って、どこ、どこだ、あそこか。一人残らず倒す、生かしてはおかん。あれとか思ったらさ行けなくないか、こっち、あ、こっちか。貴様を逃がすと思うか。雪ちょっとうざいんだ。金まだいる、どこだ、あそこか。いやあれは遠いわ、ちょっとこっちもあれだな。弓で対抗しよう。古代ノルトの弓、弓勝負か。難しいぞ。てかあっちまで行ってる。少し軌道を上にしないとダメ。完全に俺足止めてるからね。あ、当たった、倒した、倒したっぽいね。俺の勝ちだ。よーし、しまおう。まあ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 、でも場所は合ってたね。あの馬どうするの乗り捨てていくか。あんま速くないからね、そもそも。うわ高い、これは高い、これは怖い。やっぱ高いところにいると怖えわ、本当に。こっちとかも行けんの。いや、よく作ってあるよ本当に。これをさ VR でさ再現したっていうのがまたすごいよね。雨降ってきた。え、これどこまで登れんの。だっていや、たっけマジたっけ。一回このままちょっとマップ移動でホワイトランに帰ろう。マップマップ、いまいちまだあれの使い方が分かんない。カスタムマーカーとかも外していいんだよね。どうやって外すんだっけ。
ちょっと待って、これ何これ。なんかわけわかんないのが出てきた。ドラゴンズリーチ、ホワイトラン。ホワイトランに行こう。あれ、誰だっけ。あ、人の名前言われてもさ、わかんないんだよね。なんか自動的にそいつのところ行ってもらいたいけど。いや、これさ、でもさ、やりきろうとするとさ、どれだけ時間かかる？誰だっけ、君だっけ。昔はお前みたいな冒険者だった。こいつは？ブレライン、違うな。どこだ？こいつは？アムレ、違う気がする。傭兵の仕事にはなぜ？こいつ絶対違う。シグル。ベレスワのところで働いてるんだ。ドイツだっけ？ジョン・バルト・ボーンみたいな。よく違うな。我が仲間よ。エルゲリット・なんちゃらボーンみたいな。ちょ、もう一回名前調べよう。プロペンタス・アベルリッチみたいなやつ。これのやつは何売ってんの？お嬢さん、ピカピカのアクセサリーはいかが？あれ、うちのさ、うちの子どこ行った？本当に。はぐれちゃった。あ、いたいたいた。お前どっから来た？ちゃんとついてこいよ。何を見ているの？怖くないわよ。え、もしあなたがお姉ちゃんだったとしてもね。どういうこと？ごめんね、怖がらせちゃって。みんな走り回ってんな。お母さんと一緒に働いてるんだ。アグレニッチなんちゃらかんちゃだよ。どこにいるんだよ。城の中だっけ。こいつがさ、どこにいるのかちょっと教えてほしいんだけど。見てみる。こうやってみるの。じゃあ有効とか無効とか、そういう有効無効のさ、あれがわかんないんだけど有効無効のマークをつけるとどうなの。中に行こう。ドラゴンズリーチの中まで行っちゃおう。あー、間違えた。すぐ間違えるよ。だからこのさ、丸ボタンをさ、キャンセル扱いにするのやめてほしいんだけど。ドラゴンズリーチの変なやつだったっけ。レッドなんとかの女はもう無理だな。これの依頼をこなしたら、金もらったらちょっと先へ進むか。こいつはあれか、ここで働いてるやつか。なんだっけ、こいつだっけ。あれ、こいつ戻ってきたんだ。あ、こいつ。アールグルフ市長の想像通り市長はご多忙だ。代わりに話を聞こうか。こいつ、これで見事だ。ずいぶん役立ってくれたな。ほら、報酬だ。いくら？100円かよマジか。ドラゴンズリーチを満喫するといい。金稼ぐって大変だな。山賊から奪った方がいいよ。ただ立っているだけでは無意味だ。ストームクロークと戦うべきだろう。もういいよ。君のお給料ちょっと払えないかもしれない。リリアちゃん、ごめんね。先へ進もう。じゃあ声の道だな、これ。グレイピアード、世界の喉の傾斜にあるハイフロスガーの修道院に私を呼び出した。ハイフロスガーってなんかどっかあったよね。ちょっと待って、これ自体はもういらないんだけど。ワールドマップ、ハイフロスガーって山じゃなかったっけ、どっかの。こちら辺、あ、これだ。この山まで行かないといけないんだ。どっかで登っていくんだこれ。そうするとリバウッドから行く？ハイフロスガーに行くんじゃないんだよ。ここに行くんだよ。え、どういうこと？ってことは、こっから逆に回っていくか。ちょっと待ってね。え、ここだよね。これ山どこだ？こっから登っていける？いや、道がマジでわかんねえわ。カスタムマーカーじゃなくてさ、ここに行きたいのよ。この場所から高速移動することはできません。ひどくない？
一回外に出ろってこと？ただ未だにレベル3だからね。ああ雨が降ってる。今あれなんだ、火曜日とかちゃんとあるんだ、収穫の月とか。でここに来て、ここビルヘルムタワーで、そっから山をくるっと迂回して目的地へ行きましょう。で多分あの山登らされるね、このまま一回あそこ行って、あの山になんちゃらなんちゃらがいるからそいつに会ってこいみたいな、多分そんな流れになるんだな。でも確かにね、この高速移動がないとね無理だわこのゲームついてきてくれてるか。でこっから来たからこっち、こっち死んだまんまだな。この火とか消えないんだね雨で。こっからじゃあこの山を多分こう周りから攻めていけば着くと思うんだけど、いや冒険者って大変だな、こんなところも行かないといけないのか。きつね、まあああいうのはね放っておきましょう。無益な殺生はしない。襲ってきた狼はねちょっと戦いますけど、いやこれこっちとか行けんの、あすげえすげえすげえ、いや怖い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 、おおおおすげえすげえすげえ怖っ。トウトウ、リディアちゃんついてきてる？ついてきてないよリディアちゃんすぐついてこれなくなるからねまあいいや、ほっとこう。あとはちょっとまた例によってこっちに合ってるのかどうか。今どこにいる？あ、これ俺、あ、これが俺なんだ大丈夫だよね。マーカーは削除しよう。で、ここに行けばいいんでしょ？で、このまま、一応まっすぐ進んでいこう。ん？人がいる。人なんだかさ、山賊なんだかさ、よくわかんないからね。どうして？こいつは何？陽気な人。いやー、友よ。この素晴らしい日を陽気に楽しんでいるのはいいもんだ。言いやすいこともないからな。でもお疲れのようだな。ほら、一緒にホニングブリュー蜂蜜酒を飲もうじゃないか。蜂蜜酒。そうだとも。ホニング蜂蜜酒。2ボトル開けられるのにどうして1本しか開けないんだよ。よくわかんねえな。いいや。乾杯。あ、ついてきてる。冒険が名声と幸運をもたらしますように。あれ、これこのまま上に行くのか。書いてあるかな。これ読めないんだよね。でも読めないっていうかさ。なんて書いてあるのか分かんないんだよね。これなんて書いてあるのマジで読めない。う、運転なっちゃらかんちゃらみたいな。要は山登りするかこっちへ行くかどっちだ。なんか山に登っていく感じもするね。山登っていく、こっちの方に。階段を登るとね、ちょっと酔うから、階段じゃなければね、まだなんとか耐えられる。階段登るときはね、ちょっと上向いた方がね、酔わないね。また墓か。違ったか。いや、怖いよ、ちょっと。墓とか。いいわ。ってことは、道なき道を行くからな、こいつ。おお、すげえ一気にここに出たな。でもまあ一回行ってればね、高速移動で進めるようになるんで。ここはどっちだ。あ、びっくりした、しゃがんでしまった。
ちょいちょいマップを確認しないとわからんね。どうなの？こうやっていく感じ？遠すぎでしょ。これ何の印なんだろうね。これ。前もあったよね。この山の向こうか？あそこにもなんかあるね。一応マーカーしとく？マーカーしとけば、例によって、移動できるはずだから、ちょっと立ち寄ってみるか。また山賊のアジトとかじゃないだろうな。アモルトリテ。ま、いっか。こいつさ、マジビビらせんだけど。うわ、これ月？でっか。滝だ、すげえ。で、こっちに登っていけばいいのかな。え、また敵がいる？ん？どっちか、狼か。ヤンコが。なんかさ、あんまりさ、強い敵いないよね、今までに。いや、こいつマジやべえ、みたいな。墓場の敵もそんなには強くなかったからね。で、どっちへ行けばいいんだ？本当にわかんない。あれ？こいつは何？私のことをどう思うと知りません。ほっといてください。あれ？こんなバカなことに関わってる暇はない。おとなしく来るんだ。レッドカードの女性じゃない？部屋の真似はしない。兄弟、嘘はついてないのでは？どこにも行きません。私が手荒なことをする前に帰りなさい。彼女には傷跡がない。何？ああ、その通りだ。我々は間違いを犯した。何？うちが災いのもとにならないうちに行こう。今度誰かに金をせびるときは相手をよく見てからにしなさい。ああ、あれ、こいつ探してる女じゃないの？近い。よそ者ね、鬱陶しいわ。一体どうしたんだ？他のレッドガードの女と間違えられたんです。ああ、そういうことか。とにかくちょっかいを出してきて。あんなやつら荒野で迷子になればいい。確かにここにいるとは言ってなかった。レッドカードって何？種族ってこと？君は何の種族だい、リディア君。鬱陶しいわ。ごめんね。でもさ、あの女性さ、一人でさ、こんなところにいて大丈夫かな？一緒について行ってあげた方が安心かな。でもね、鬱陶しいわとか言われちゃったからね。いや、マジでさ、そんなことよりさ、どうなってんのこれ。この山突っ切ってった方がいい？山登りするか。これ断崖絶壁だな。おお、スキーバーか。ほら、隠密中だとそうか、全然攻撃できないんだな。これ武器しまうと速くなるとかある？あんま変わんねえな。いや、あっち側行けないよ。でも左側から、いや、ここは絶対登れないでしょ。どう考えても高すぎるよ。こいつ体力ありすぎだな。なんかスタミナ値とかってさ、走る分には関係ないのか。これはなんかあれだよね、草食動物だから多分大丈夫だよね。動物より速いってすごくないか俺。え、普通動物の方が足速いでしょ。いや、マジでわからんわ。本当にどこにいるんだ。ほんと広いよこの世界。多分これでもまだまだ全然探索してないんだろうな。でもなんかだいぶ登ってきた感はあるね。このままうまくついてくれるといいんだけど。こっちかな。まずね、このね、縦札がね、読めないんだよ。本当に。なんて書いてあるんだ。うちの子さ、あのリディアちゃんもさ、よく来るよね。こんなわけのわかんないやつのさ、元でスキーバーか。あいつ任せよ。無視する。リディアちゃん頼んだよ。よろしくね。俺はひたすら突き進む。戦って？
いた。リディアちゃんどういった？もう役立たず。あの子は使えない子だな。まだいるか。多くが多かった。片手武器29。聞いたよね。ほら。こいつらくらいだったらもう一撃で倒せるな。一応もう一回マップ見ました。もうマップ見てばっかだけどさ。いやー、どこだこれは。なんとなく近づいてる感はあんね、でも。だいたいさ、このマーカーとかがあんま役立たないんだよね。近づいてる感はあるけど、遠い。あともうちょっとだけね、移動速度が速ければいいんだけど、それはそれで多分酔うんだろうな。この移動速度が限界か。最初やった時ね、この速度でうわ速っって思ったからね。 VR 慣れしてないと結構厳しいゲームではありますね。これはこいつらだってあれでしょ、別に無害のやつらだから。これは多分あれと同じ原理だよ。あの車酔いと同じ原理ですね。いや自分は動いてないけど景色が動いてるじゃないですか。なんか洞窟発見したよ。よくわかんないけど。え、なんかすげえ来てるな。こいつ引っかかってるよ。アホの子なのかな。もうね、ちょっと重量がね、パンパンすぎてね、いろんなものもね、持っていけないんだよね。今あるものでなんとかしないといけないから。これはなんだ？ぶっ倒れてんね。ほら。誰かやられたか？あ、こいつ、どうした？大丈夫か？行っちまったか？何？助けてくれ。山賊に襲われて荷物を奪われたんだ。助けてもらえないか？まあいいだろう、山賊退治なら。安くはないぞって。近くのニルヘイムで野営しているんだ。そこまで無事に連れてってくれたら礼をするよ。え、連れてくの？いきなり立ち出したの？ってことは橋を渡ってあの丘を登ったところだ。え、絶対出てくるっしょ。リディアちゃんがさ、専属で護衛についてさ、俺が先発隊として敵をぶっ倒すっていう方法がいいんだけどな。先に行こう。もうすぐだ。野営地が見えてきたぞ。え？こいつら？あれ？どうした？早く来い。ここで待っててくれ。お礼を持ってすぐに戻るから。本当かよ。護衛も何もなくないか。これは驚いた。英雄気取りのご登場。なんだよ。結局山賊かよ。なんだよこいつら。世紀末みてえな。ニルヘイム。あ、倒してくれた。なるほど、結局山賊がおびき寄せるための罠だったってことね。この作りいっぱいあるよね。何か聞こえたと思ったぜ。あれいた？ほら、俺を襲う。他にいるか。なるほど、同じ作りが多いな。だからここ、金ゲット、ロックピックゲットと。治安は大…うん？リディアか、ごめんね。ここから飛び降りる？うわっ、怖っ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 怖い！超怖い！ヒットポイント減った。これさ、減ったヒットポイントって回復しないの？こっちだからさ、金巻き上げるのが一番早いんだよね。まあ、あとあれか、所持品が重すぎて、ちょっとなんかパクっちった。売らなきゃいけないんだよ。こういうの売った方が良かったね。生かしてよ、もう。これもいらんわ。おい。え、まだ重い？なんで？そんな重いか。ホワイトラン？これもいらない。重量2しかないんだ。で、今どこにいんの？ちなみに、例によって。
この先だね。ちょっと山賊によって足止めされたけど、まあ先へ進んでいきましょう。レベルアップしますと。そうか、もう経験値は溜まったのか。あれ、こっちの方とか。どここれ。びっくりした、ごめんね。あれ、こっちの方あれに似てるね。リバウッドのところに。あそこに、これはでかい鹿か。なんか火の跡がある。誰か人がいるかな。ん？ある。ここで誰か寝泊まりしてんのかな、こんなところで。まあ、きっと鹿とかを倒してあれしてんのかな。いやマジで、たださ、どこに。あ、こいつだに。はい、ホラフキ。ムアイクは幸運を祈る。ムアイクは子供時代のことを覚えていない。多分、いや、そんなものはなかったんじゃないかな。なんか今一瞬謎の音楽が鳴り出したね。こうかな。ほら。で、いや本当にわからんわ。わからんけど、こっちか。またおかんか。あいつ狙われてんね。かわいそうに。俺がなんとかしよう。あのフォックス、ちょっと体力減ったか。狼にやられて。どっちだ？もう毎回毎回さ、マップ見てあれだけど。近づいてきてる。このまますぐ行けば行けるか。すんげえ遠かったな。もう走ってるだけでさ、何十分ってかかるよね、本当に。いや、でもまだまだ全然序盤だからね、多分3レベルだし。そもそも3レベル。おっと、びっくりした。なんとね、しゃがんじゃうんだよね、びっくりすると。これ、ある程度、なんか、ほっとけばヒットポイント回復するのかな。あ、なんか近づいてる感がある。こっちかな。また音がするね。おれや。もう狼は一撃で倒せるわ。鹿の角、でっか。あんなのに突進されたらさ、ひとたまりもないよね。まあ、無害な動物だから。こっちから突っつかない限りは襲ってくることはないかな。で、これはなんだ。小屋があるね、また。こういうところにちょいちょい人が住んでるね。錬金術師の小屋。え、じゃあこれパクっていいの。盗むとかじゃないよ、でも。なんだろう。お、なんかやってる。錬金器具。まあ多分取ってもね、大丈夫だと思うんだけど、一応取らないでおこう。こっちに来ちゃったね。難しいな。どっちだ。あっち側に行けないんだけど。また狼かな。その子を取ってやる。なんかすげえおばさんっぽい声してんね。もうちょっと若い感じの声が良かったけど。これどこ？だいぶ雪山に入ってきたな。遠くなったな。こっちじゃないな。逆に行きたい。こっちに行きたい。この山を越えられるか？え、行けんの？タフすぎだろ、こいつ。え、登れんの？うお、登ってってるよ。いや、マジタフだわ。てか、こんなところ登れるなんて。すげえな。よく作られてるわ。山越えしよう。
おお、雪、うん、雪熊だぜ、だぜ、怖っ、でっかー、うん、ちょ、強っ、強すぎねえか、雪熊、ちょっとヒットアウト目で、ほら、大丈夫、一致で、ただ、大丈夫か、こっちの方が優勢だ、逃げてった、まだいる、おら、よし、あと少し、あと少し、病気にかかった、骨折熱ってなんだよ、はい、何骨折熱って、怪我とかでなんとかなんない、いや無理だ、骨折熱ってこんな山奥で骨折熱になってしまった、よくわからん、もうちょっとこっちの方を越えればいいか、寒いよ、 この雪山は越えられるかな、とんでもねえとこ来ちったな、いやここは無理だな、絶対越えらんねえわ、どうやって行く、こいつマジ何者だ、うわ、行かれてんだけど、こんなとこ行け、怖い、マジ超怖い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 、いや本当に怖いこれ、うわあれさっきの多分錬金術師の家だよね、こいつリディアちゃんついてきてんのかな、これさおかしいでしょ、あ、いける、いけない、ちょっとこっちはいけないか、いけない、ジャンピングしてもいけないな、ここはいけない感じになってる、リディアちゃんついてきてる、ついてくるわけないよね、こんなとこおかしいもんな、頭おかしいもんあのね、目的地の町まで行きたいんで、ちょっとそこに行って終わりにしましょう、多分あとそんなにね時間かからずに行けるはずなんだよね、この山を越えればいいはずなんで本当かよっていうあれはあるけどさ、強引すぎでしょどこ？だこのままだってここを越えれば行けるはずだよ、いやあのクマはねでもすごかったね本当に、これなんだ？特になんでもない？この斧とかさ、研がなくて大丈夫なのかな？めっちゃ使ってるよね。あ？うわっ！またか、クマか。すげえな。おぉ。一旦ダメで行こう。痛い。俺、ちょっと骨折なんだよ。よくわかんないけど。ダメだ、取ってる余裕はない、これ何、ここに住んでたのかな、クマが、いやクマが出てくるようになってきたか、この先でいいのかな、なんかすげえ近づいてる、すげえ近づいてる、あそこ、あ、町だね、ここここか、なんて書いてあるか分かんないけど、お、人がいる、イバルステッド、ようやく来たよ、グレイビアードがハイフロスガーにドラゴンボーンを召喚した、そんなことはここ何百年もなかったんだが、はあ、ドラゴンボーンの帰還、我々の誰かがその名誉と巨大な力を持っているかも、それが何だって言うんだ、あんまり歓迎はされてないねこいつ、いつの間にかついてくんな、まあいいや、とりあえずじゃあこの町に来たので、今回はここで終了して、次回はなんか召喚した人に、会いに行きたいと思います、山越えがねめちゃくちゃ大変だったけど、今回はこれで終了します。